あ、これ収入申請を行った作品一覧っていうのがあるんですよ。これですね、こういった画面があります。で、リンク貼っときますわ。この解説欄にリンク貼っときます。そのリンクから飛んだれば、このところに直接行けるようにしておきます。よし。で、こんな感じで一応10月の予定とかもざーっと出てますけど、動画で新鮮日で新しい時代ちょっとゼロへのずっと続いてますけど、今月分の獲得予定が多い順、あ、累計収入が多い順で並べてみましょうか。そうすると何が言ってるかというと、やっぱ短くても再生が入ると大きいんだな。うん、この辺りとかって何再生だから、こんな感じで獲得予定がつぶやけるようになってるんですよ。ですので、こんな感じでつぶやいて、そういうこともできます。うまい棒0分くらい食べれそうですあ、こういう、あ、そういう感じか。出さない方が良かった。結局出さない方が良かった。本日の予測によると今月この作品の0本ぐらい。あー、出さない方が良かったかな。うまい棒計算、うまい棒計算ね。2うまい棒、うまい、うん。うまい棒換算でいくんだ。そうか、そうか、そうか。まあ、いいか。うん。めんどくさいから、あ、そうです。山田って言ってたんだね。山田が、ですから、2500山田で。これで23山田ね。うん。なるほどね。って感じですね。10月分は、とか、まだ、あ、でも、10月も、言うて言うと、コンスタントに、再生が入ってるんですね。っていう形で、9月分の6人とか、この辺り、あ、そうですね、再開しますとか、やっぱ古い動画の方のがいいのかな。累計が、これが累計じゃなくて、今月分の獲得予定が多い順にするとどうなる。あ、こんな感じか。獲得予定、こうすると、まあ、ドライブを出る方、そうか、消費税もあるもんな。うん、はい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 。はいはいはい。ですので、100シリーズか。うん。が、やっぱ、伸びてきてくれ。これもね、ありがたいですね。うん。一気に上げてますからね。SP100 なんで、紀伊長島駅と、あれか、長島駅と紀伊長島駅を間違えてしまったシリーズですね。と、そのまんま、大江駅と、亀山駅と亀崎駅を間違えてしまったか、とかやったりしとった、あのシリーズですね。まあ、亀崎駅のね、日本一古い駅舎とかを映したシリーズなんで、どこかが伸びてる。あー、やっぱケンチンキチメンか。うん。から、これは竹戸屋駅ね。竹戸屋駅の方のが伸びてるか。で、これは、途中変更、駅前から書いたところですね。で、最初のこれは、あ、滝か。滝駅でね、指定席券をね、窓口で購入できるんですよね。その、快速名の窓口に。指定席券を買えるんで、購入できるんで、それで、乗って、指定席で、移動しましたよってこと。まあ、最初はね、特急ランキング乗るっていうのをね、結構想定しとったんで、それなりにお金かかるかなと思ってたところで、まあ、指定席券だけでね、行けるんだったらね。まあ、ちょっとお伊勢参りの時期とかでね、結構混んでるだろうなっていう予想がついたんで、もう指定席は押さえとこうって言ってね、うん。実際結構自由席も混んでたんで、正解だったかなって感じですね。というのがありました。まあ、滝の方はね、近鉄が通ってないんで、意外とね、JR の利用もありますからね。で、長島に向かい出した朝の4時の動画と、この辺りが収益としてはいい感じになってる感じですね。で、昔上げたそのやつも来てるんで、やっぱこれも7月からね、上げてますし、ですから、そういう感じでね、やっぱコンテンツ数増やしておくっていうのは大きいんですよ。YouTube もだって320人、今324人か登録いただいてますけど、まあでもね、324人で再生数が22万再生もうすぐいきそうなんですよね。っていうのはやっぱし、コンテンツ数を多くしておく、やはりね、網を張る作戦なんで、うちの場合はどっちかというと定置網状に近い形を取ってるんで、旬のネタでね、スタンド一本釣りするっていうような、ね、定置網をガーッと仕掛けるんで、だから網は広い方がいいですよね。ですからコンテンツ数を増やしたいって言ってるのはそれなんです。だから毎日投稿もずっとやってますし、毎日投稿で飽きからずね、本当にはちょっと1日2本投稿くらいやりたいんですけど、時間があったらね、うん、っていうか、このクオリティスタートで、クオリティバランスで、専業にやるんだったらね、1日5分投稿にしますからね、っていうぐらい。それぐらい、別に1日5分にしたって、いけないことなくない？多分いける。うん、1日3本なら全然余裕できますわ。
うん、なんでね、うん、あ、でもニコ動の投稿が大変かあっていうのがあるんでね、そっちの感じにしないといけなくなりますからね、毎日2日ごとに更新しないといけなくなるんで、大型遠征できなくなっちゃいますからね、で、いうのがあったりしますからね。で、まあそれぐらいやるんだったらノートパソコンも作ってのせいですよね。うん、まあそれはね、結構ね、やり方いろいろなんです。うちの場合はタワーパソコンでね。でもこのどんニコ動の投稿を始めた頃ってノートパソコンだっけ、あ、違う、ニコ動の投稿を始めた時はアスロンだ、アスロンの、タワーパソコン、まあミニタワーみたいなやつで確か組んであったパソコンでやっとって、で、2012年ぐらいにノートパソコン買った、20万円にノートパソコン買って、それはいざっていう時は動画編集ちょっと時間かかったみたいにできるように、メモリを36ギガのノートパソコン買ったんだ、カスタマイズしてね、マウスコンピューターでね、ですから GTunes ではなかったんですけど、一応グラボも積んでいて、そのあたりはグラボと、ですから、一応 i7 が壊せて、インテルの i7 の、ミドルのやつで S275、当時はだから375からぐらいのやつを買って、とかってやってましたよね。で、メモリーだけはぶっとくしとけば、多少でかい動画でも、まあ、うちの場合はもう、4年前から40分動画とか上げてましたからね。ですから、メモリーが大事っていうのでね、そうそうそう。多少時間かかってもいいから、メモリーさえしっかりと容量出しとけば、今のパソコンの方が逆に少ないのかな。容量は、今のパソコンが16GB で、あ、ごめんごめん、36って言ったら24GB だ。にしてましたけどね、前のパソコンもね、今は16なんで少なくはしましたけどね、うん、まあでも16はあれはなんとかなります。あとこっちはグラブとかもうちょっとグレードインしてますもんね、今ちらっと見てもらいましたけど、グラボが NVIDIA の GeForce GTX1660、 まあちょっと一つ前の方ですけど、今逆に半導体価格がバーッと上がっちゃってるんで、実は結果往来で言いたいんではありますね。1660なんで、ちょっとね、グレードとしてはもちろんもっといいやつはあるんですけど、まあ、どっちかというとコスパ重視で組む人だとこういう風になってくるんじゃないかな。もう言うて3年前のパソコンですしね。うん。で、CPU が、ライデンの第3か、3、7ですね。7の3、7。ですから、8、5は16スレッドですから、十分です。こいつフルバロックさせれば全然問題なくね、動画作成は全然チームレスにできますからね、っていう感じでございますからね、まあ、そんな感じで、今のところこの10円とかこの7円とかがバーッとついつ持ってて、結局800動画あるとっていうことなんですよね。一応結構作戦としては今のところ、うん、予定っておった感じかな。それぞれが、10円ずつ稼いできたら8000円になるわけですよ、うん、ですからもうちょっと広まってもらって、再生数とかね増えてくるといいのかな。もうちょいすぐ増える、倍増えりゃ5000円ですから、そうするとまあちょっとした企画の足しになりますからね、うん、っていう感じでございますね。という感じですね。ですからこの 0.6 円とかっていうのがずっとつながって何十ページにもなっていくっていう感じですね。なるほど、うん、ね、ですから最近、ね、だからどれか突出してっていうのがないっていうのは一つ特徴ではありますよね。で、334のこっちの方がやっぱ伸びてんだ。無理やり修正版は伸びてきてないのかな。ちょっと見にくいかな。ちょっと 3D 良しそうな感じはありますもんね。そうか、こっちよりもやっぱ古い動画の方がいいんだな。で、あとは青山と神社で、ね、山本さんと結婚式やってるから、やっぱこれもニコ動向きですもんね。もともと撮ってた時にもニコ動向きだなと思ったんで、ニコ動でも出そうかなってちょっとよぎったぐらいですもんね、これに関しては。で、実際 YouTube でもこれ実はそう、まあまあうちにしては再生されてるんですよね。あ、そうそう、リンゴソケット、リンゴじゃないね、山と大山と神社なんですけどね、結婚式なこあり似てるかな、あ、出た、まあね、143人言ってますもんね、うん、地味にね、うん、
しみに入札してたそういうのがずっと入るのでありがたい話でございます。あ、ちなみにここにキシメンタペタイさんがちらっと出てますけど、キシさんね、うん、あのね、一応うちの目標としては、キシさんのところのあれね、再生すごいですよね。今うちがアナリティクスの、累計が1万3000なんですけど、実はキシさんのところってね、出せるかな、再生数を補充すると一番多いやつだと2万4000再生って言うんですよね。で、あれね、見えない翼が8000再生でしょ。ですから、これ2つだけでも3万1000再生。だから地味にね、多分このやつ見たら、おっさん世代だったら、もしかしたら、あれ上げとった人かって、なるかもしれません。ちなみに、見えない翼に関しては、あれですけどね、うちからリクエストかけたんですけど、いや、これ上げときてみて。絶対、好きな人好きやからって言って、単純に私が一番好きな、多分、LJ ムービーの、曲はこれですね、見えない翼。だから、ちょっと作ってみてよ、って言って。とかしたら2010年の6月な、もう12年前なんだ。だからあっちも老舗なんですよ。で、なんなら向こうってレベル、ユーザーレベルも8だし。で、3、4、4なんですよね。RC 世代なんで、うちよりも ID は古いんですよね。で、投稿は2010年だったっけな、の頃に、そう、確か2010年に1回ニートになったんだよな、と。それでやってたから、うん、そうだね。投稿日時はうちの方のが早いんですけど、まあ、ね、うちは2009年の8月なんで、っていう感じなんで、ただね、実は、全然こっちの方が出てるんで、だから多分、YouTube ではもちろん全然知られてない方ですけど、実はニコードだと下手すりゃ俺より有名なんですよね。うちより。ただ、今一応同じスターステードなんでね。だから、向こうも含めてスターステードの成績にするっていうね、計算方法はありなんでね。そうすれば、うちの、まあ、5万再生ぐらいいってるのか。6万再生ぐらいいってるか。ね。っていう計算になるんでね。そうすると、ちょっと成熟が上がるような感じに。こういうのはね、何でも言ったもん勝ちですからね。最近、ほんとつくづく思います。なんやかんや38年生きてきて思ったことは、言ったもん勝ちっていうところは結構あるなっていうのがありますんでね。言ったもん勝ちの結果ね、だから、それこそ、YouTube だとね、明日の話題さんとのコラボもできましたし、言ったもん勝ちでしたもんね、あれも。でし、学生時代だったらね、谷川俊太郎さんと灰谷健二郎さんのこと、ね、食事する機会をね、無理に作りましたからね。言ったもん勝ちですもんね、本当に。そう、いうこともありますからね。何もなかったら普通に多分何もなかったままですかね。ただ、まあ、これでワンチャンあるかなっていうと、まあ、ハイタイさんの場合はちょっと組んでもらったところありますけど、谷川さんの時は、かなり無理やりご助手して、その説はね、ほんとメリーゴールランドの、陣太郎さんとかね、めちゃくちゃお世話になりました。松田さんにもね、めちゃくちゃお世話になったんですけどね、実はね。あるんですよ。まあ、ゆかりの人なんだし、有名な、絵本屋さんなんですけどね。この、店長さんとかね、結構お世話になったんですよ。まあ当時、いや考えてみたら当時からまたやってたんだな。それがだから、どっちか先だ。ちょうどね、この前に大事だったのやつだったんでね、どっちか先だ。まあ、これ2000年の高2の時の究極忙しかった時のスケジュール帳ですね。